2010 J リーグディビジョン1は第25節を迎えています。この時間は名古屋グランパス対ベガルタ仙台の一戦をお楽しみいただきます。舞台は名古屋市瑞穂陸上競技場です。上空は今日は青空が見えています。天候は晴れ、気温は 25.8 度、湿度は 53% という情報が入っています。それでは放送席をご紹介しましょう。おなじみの水沼隆さんです。水沼さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、早速今度ザッケローニジャパンの初めてのゲームが行われるわけですけれども、代表発表されまして、この両チームからもまず名古屋からはトゥーリオと金崎、そして仙台から関口が選ばれましたね。そうですね、そういう意味ではこう今日はね注目の一戦になりましたよね。そうですね、はい。まあ、もちろん F・マリノス戦も1点取ってから守ってというようなゲームでした。さあ、両チームの選手がこの瑞穂陸上競技場に登場してきました。赤を基調としたユニフォームがホームの名古屋グランパス、シルバーのユニフォームがアウェーのベガルタ仙台です。両チームともにここのところは非常に好成績を残しています。順位は違えど上り上司の両チームの対戦ということになります。ここまでは代表は4試合の出場です。さあ、それではまずはホームの名古屋グランパスからスターティングメンバーをご紹介していきましょう。予想フォーメーションでご覧いただきます。ゴールキーパーは奈良崎です。ディフェンスラインは右から田中俳優馬、田中マルチ、トゥーリオ、そして増川に左が阿部です。中盤はそこにダニルソン、その前に中村とマギヌン、前線は右に金崎、左に玉田、中央にケネディというメンバーになります。率いますのは3年目ストイコビッチ監督です。そしてこちらがサブのメンバーになります。ブルザノビッチ怪我からの復帰、さらには千代丹では8月の22日ガンバ大阪戦以来のベンチ入りになります。その他はご覧の通りです。さあ、一方のベガルタ仙台です。ゴールキーパーは林、ディフェンスラインは右から菅井、鎌田、渡辺、左が田村です。中盤は中に斉藤と富田、そして右に日本代表に初招集関口です。左がリャン・ヨンギ、ツートップが赤嶺と中原というメンバーになります。率いますのは手倉森誠監督です。そしてこちらがサブのメンバーになります。ベルナンジーニョは8月の22日大宮戦以来のメンバー入りになりました。その他ご覧の通りです。選手たちです。さあ、それでは審判団をご紹介しましょう。今日の主審は大木屋健二さん39歳、そして副審が平野真一さんと樺沢純一さん、第4の審判が野田裕樹さんです。この4人でこの試合をジャッジしていきます。ボールのところ、さあ、ヤン・ヨンギ、関口といったところからボールが始まりました。左にエンドが名古屋グランパス、赤を基調としているようです。そして右から左へと攻めていくのがアウェーのベガルタ仙台ということになります。どのあたりからプレッシャーかけてボールを奪いに行くかというところだと思いますけどね、はい。さあ、大きく右サイドに展開です。田中俳馬、田中からグラウンダーのボールを使って中村、さらにグラウンダーのボール玉田が落としてダニルソンのシュートを止めました。枠に行っていましたダニルソンです。林が止めています。まず最初のシュートはグランパス、まあ、立ち上がりなんですけど、ちょっとこうラインが深いかなという感じがしましたけど、仙台の方は渡辺、こちらがストイコビッチ監督です。今シーズンが3年目になりますけれども、あともう1年契約を延長基本合意したというような報道があります。さあ、リャン・ヨンギから裏のスペースに届けば面白いところでしたけれども、ここはボールが流れていきました。菅井が上がっていました。よく見えてましたね。そうですね、こちらがベガルタの手倉森監督です。左の阿部は使わずにドリブルで持っていってケネディ、ケネディからダニルソン、そして今左の阿部を使います。マギヌン、さあ、よかった、阿部から中へのボール、中2枚フリーでしたけれども山を越えませんでした。まだあります。マギヌン、パスミスです。リャン・ヨンギ、赤嶺に当てる。ここはトゥーリオ強い日本代表です。あ、失礼、中原でした。まあ、今のところがねしっかりと収まれば、はい、もう本当に簡単なビッグチャンスになるんですけどね、うん、はい。さあ、トゥーリオ上がっている。さあ、フリーになっていますが、中村、その前にオフサイドラックが上がっていました。田中ハイム、直しという大きな声がかかりましたが、その直し、中村に当てて、
さあ金崎つなぎは玉田が行く、玉田シュート左に弾みます。今乗っている玉田です。まあでも明らかにゴールを意識するっていうことでは変わりましたよね、はい、そうですね。まあ左で持ち替えてキープするのかなと思ったらシュートを打ちに行きましたからね、はい、ーキープしながら右の関口を使う。しかしそこにダニウソンがいてボールを奪った。中村そしてマギヌン、ここは一旦玉田に預けます。そして後ろから阿部が上がっていく。自分で行きます。繋がった、マギヌン叩いて阿部からクロスが入ってくる。さあケネディがいる、ヘディング、右に外れます。高さがあります。194センチケネディ。富田です。ネットラップでキープして、さあ赤嶺から関口を使う。ここは阿部の対応です。菅井が上がってきた。菅井から横に出した富田。さあ抜け出した。菅井からクロス。さあ赤嶺スルーしてレアンヨンギのシュート決まった。チャンスをものにしましたベガルタ仙台。先制はアウベーのベガルタです。まあ、ラッキーなボールでが、ね、はい、出ましたけれども、うん、まあ、当たってるんですね、というよりね。菅井のクロスに赤嶺はスルー、そしてリャン・ヨンギでした。リャン・ヨンギはこれで今シーズン自身2桁得点、10得点に乗せました。願ってもない形で先制点入りましたね。さあそして左サイドの田村を使います。ベガルタです。遠目からそして打っていく、面白い、あクロスバートゥーリオからの長いボール、ケネディこぼれたボール、田村、田村は阿部に出す。阿部からマギヌン、マギヌンからダレウソンを使う、シュート、中にはケネディもいましたけれども流れてゴールキックになります。いいタイミングで出てきました ね、 斉藤、今日トゥーリオパス明らかにミス多いですからね。そのトゥーリオ、ここはスローイン。さあセキュリティに出す、中にはリアヨンギ、自分で持っていって蹴って蹴っていきました。今の中を切られた、マイナスのボールを切られたというところで動き直しをしてゴール前に入っていく選手、はい、まあ、一番外にいたら中原ですけど、もう関口がここまで突破しているという部分でゴール前に行くべきですよね。あ、はい、さあコーナーキックは金崎です。ダルミソン抜けていってツーリオー、押し込めない、クリアまだ小さい。田中葉山から金崎、もう一度田中葉山持ち出してからクロスを入れる、ファーサイド、これは流れていきます。トゥーリオが追っていく。さあダニルソンから左サイド阿部です。マギルン、もう一度阿部、玉田を使う、玉田持ち出していってからシュート、キーパーです。何か見ていてもこの調子の良さが伝わってきますよね。そうですね、動き出しが非常にいいのと、はい、やっぱりゴールに向かっていく、うん、そういうランニングが多いですね、はい、先ほどの玉田です。胸で止めました林。阿部のヘディング。さあここは富田が落として中原、赤嶺には繋がりません。ここはトゥーリオ、そのまま上がっていきます。さあマギヌンからスペースに、さあ金崎だ、ワンバウンド、キーパー出られない、胸トラップで前に持ち出していってから柔らかいボールですが玉田の頭を越していきます。まだ残しています。そしてここはタッチに逃れました。スローインです。
阿部もらいに行った玉田、玉田ナイスガイ、玉田からダニルソン前を向く、ダニルソンからさあ金崎、玉田を使うヒールでつないで、ダニルソンから中へのボール、ここはヘディングでクリア、距離は出ませんが田村からさらにクリアしたボール、さあ阿部が拾って中へのボール、マギレンのヘッドですが浮いてしまいます、ゴールキックです。玉田ダイレクトで中に入れる、ここは渡辺の対応です。さあ前を向いて赤嶺からリャン・ヨンギが右、左には中原、ここは下げることになります。2分というアディショナルタイムの表示です。45分が経過しました。さあリャン・ヨンギ残している、切り返して左足でクロス、ファーサイド、さあ中原ヘッドで折り返すが、バーの上でした。今ちらっと時計を見ました大木屋さんです。そしてここで前半終了の笛を吹きました。アウェーのベガルタ仙台、リャン・ヨンギの得点で1点をリードしてハーフタイムに入りましたが、水沼さん前半振り返って一言お願いします。まあ名古屋が、まあ、システムをちょっと変えてきてるっていうことが証明されてるんですけど、うん、うまくボールが引き出せないし、はい、迫力のある攻めっていうのがちょっと見られないですね。そうですね、まあ、仙台はプラン通りじゃないですかね。はい、まあ、仙台1点早い時間にとって、前節も横浜 F マリノス戦もこのまま守りきりましたからね。そうなんですよね。そうなるのか、やはり首位のグランパスがこれからその首位の本領を見せるのかというような、そんな展開になっています。